エイリッヒホーネッカーと会談するゴルシコフ、セルゲイ・ゲオールゲービチ・ゴルシコフは、ソビート連邦の海軍軍人、ソ連海軍総司令官、ソ連邦海軍元帥、ソ連邦英雄、冷戦したソ連海軍の近代化に尽くした。ソ連海軍は、沿岸警備艦隊から一大海洋艦隊へ、変貌を遂げた。極東海軍在籍時のゴルシコフ1910年、 カーメネツ・ポドリスク氏に生まれる。1926年、レニングラード大学物理、数学部に入学したが、1927年、フルンゼ名称レニングラード海軍学校に入校し直し、1931年に卒業する。卒業後、国会艦隊に配属されたが、1932年、極東海軍に転属。駆逐艦の航海士から、 巡洋官僚団長までを歴任。第二次世界大戦は、国会艦隊で迎え、1941年9月、ソ連最年少の提督となった。同年10月、アゾフ将艦隊司令官に任命され、ケルチ半島上陸作戦に従軍し功績を挙げる。1942年9月、第47軍を臨時に指揮し、ノボロシースクを防衛。 九百四十三年、アゾフ召喚隊司令官に復帰。同年末、ドナウ召喚隊司令官に任命。九百四十四年十月、国会艦隊の戦隊司令官に任命。戦後、国会艦隊参謀長、司令官、海軍第一副総司令官を歴任。九百五十六年、フルシチョフに任命される形で、ニコライ・クズネッツォフ元帥の後任として、 ソビエト海軍総司令官、国防次官に就任する。フルシチョフ失脚後も、ブレジネフ、アンドロポフ、チルネンコ時代を通じてその地位を維持しながらも、潜水艦の大量配備と航空母艦の建造を中心とした戦力増強に努め、1970年代には西側に移するとも劣らぬものにまで海軍力を成長させた。 これはソ連への留学の際のゴルシコフの教え子で後に中国で近代海軍の父、空母の父と呼ばれる流火星にも影響を与えることとなった。1985年から国防省観察総監、ソ連法英雄、ソ連国家省、レーニン省を受賞、セバストポリ、ウラジオストク、ベルジャンスク、エースク等の名誉市民、航空巡洋艦、海軍中央病院、 コロムナ市の学校、モスクワ州、クパビナ町の通り、ノボロシースク市の工業経済中学校、地区に彼の名前が付けられた。コロムナ市とノボロシースク市には記念碑が建てられた。ありがとうございます。